ダイエットに苦しむのはもうやめましょう。富永です。今日はよく噛むと痩せる食べ物を紹介します。ダイエット中よく噛むという行為は誰でもすぐに取り組める有効なダイエット方法になります。よく噛むことで食事の満足感が高くなって、摂取カロリーが抑えられるだけでなく、自律神経が刺激されて脂肪燃焼が高まるという効果も期待できます。ただ噛むっていうとめちゃくちゃ簡単なことなんですけど、よっぽど意識しない限りなかなか習慣化しませんよね。私もですね、今でこそ細かく噛み砕いてじゃないと飲み込めないくらいの状況になってるんですが、20代前半までは全くと言っていいほど食べ物を噛んでませんでした。ただ噛むことの重要性を学んだので、咀嚼を意識してやり続けたことで、これはいいことかどうかわからないんですけど、今では食事で他の人を待たせてしまうくらい噛むことで食事がゆっくりになったんですね。今日の動画を見ることで咀嚼がダイエットに及ぼす影響が理解できるだけでなく、小腹が空いた時、何か食べたくなった時にこれを食べれば噛む習慣がついて痩せやすくなる食べ物まで知れます。咀嚼を全く意識してなかった、噛まないといけないと分かってるけど噛む習慣がなかなか身につかないという人はですね、ぜひ動画を最後までご覧ください。内容としては、最初に咀嚼の重要性についてお話し、その上で咀嚼を習慣化するための食べ物のポイント、そして具体的に食べた方がいい食品を5つ挙げて紹介します。では内容に入ります。まず非常に重要なことからお話しします。食べ物をよく噛むことのダイエットへの影響についてです。あなたも噛むことがダイエットにとって大切だということはなんとなくはイメージできているのではないでしょうか。ただ噛むこと咀嚼のメリットを明確に説明できる人っていうのは少ないです。噛むことで得られるダイエット効果っていうのは主に3つあります。咀嚼によるダイエット効果、1つ目は摂取カロリーが下がるです。食事の際に噛むことを意識すると結果的にトータルカロリーが下がります。噛むことで満腹中枢が刺激されたり血糖値が上がったりすることで食事への満足感が高くなるからです。咀嚼という行為は脳にある満腹中枢という場所を刺激するので、噛めば噛むほど食事に対する満足感というのは高くなります。また噛んで食べるということは食事の時間が長くなるので、食事を食べ終わるまで、ごちそうさまをするまでに血糖値がある程度上がることになります。血糖値が上がるというと悪いイメージを持っている人も多いと思いますが、血糖値が上がるということは食事に対する満足感を高めることにつながるので、適度に上がるということは大切なんですね。早食いの人が食べ終わった後に満足感が得られない原因の一つに、食べるのが早すぎて血糖値が上がっていないということが挙げられます。なのでしっかり噛んで時間をかけて食べることで、ごちそうさまの時に血糖値が最適な値まで上がって満足感が得られるんです。これは私の周りの人を見てても思うのですが、ラーメン大盛りにチャーハンみたいにたくさん食べる人っていうのは本当に噛まずに食べて早食いの人が多いです。正直ですね、早食いで痩せられないって言ってる人は、噛んで早食いをやめるだけでも痩せることができると言っても過言ではないくらい、噛むことを意識すると摂取カロリーが減るんです。このように自然と摂取カロリーが下がるっていうことは噛むことで得られるダイエット効果の一つになります。咀嚼によるダイエット効果、2つ目は消費カロリーが上がるです。食べ物は噛めば噛むだけ摂取カロリーが下がるだけでなく、消費カロリーを上げることにもつながります。咀嚼という行為が顎の筋肉を使うことでカロリーを消費するだけでなく、噛むことで交感神経が刺激されて消費カロリーが高まるからです。まず噛むという行為は咀嚼筋と呼ばれるこの顎のあたりにある筋肉を使うことによって行われます。歩くと足の筋肉や心臓などを使うことによってカロリーが消費されるのと同じように、噛むという行為も運動になるわけです。さらに咀嚼っていうのは体を興奮させて消費カロリーを高める交感神経を刺激します。噛むことによって交感神経が刺激されると体は興奮モードになって脂肪燃焼が促されてカロリーが消費されやすくなるんです。このように噛むという行為は摂取カロリーを下げるだけでなく、消費カロリーを高めることでもダイエットに貢献してくれます。咀嚼によるダイエット効果、3つ目は腸内環境が整うです。関係ないように思えるかもしれませんが、実は食べ物を噛めば噛むほど腸内環境ってのは整いやすくなります。なぜなら食べ物を噛んで細かく砕いて食べることによって胃腸の負担が軽くなって消化吸収がスムーズになるからです。噛まずに飲み込むと食べ物ってのは大きいままで胃腸に入ってしまうことになります。その結果胃腸が体の中に吸収されやすいように
できるだけ頑張って小さく砕くように活動するんですけど、どうしてもですね、やっぱり分解できない分ってのが残ってしまいます。そうしたですね、消化できなかった未消化の食べ物ってのは腸内環境、腸の中で腐敗して腸内環境を悪化させてしまうことにつながるんです。腸内環境の悪化は便秘による体重増加だけでなく、腸内で作られる食欲と代謝を安定させてくれるホルモンの生成を妨げます。なので噛まずに食べて腸内環境が悪くなると、便秘でお腹は張るし、食欲は乱れるし、代謝は下がるし、でどんどん痩せにくくなってしまうんですね。こうしたですね、腸内環境の悪化を防ぐことも咀嚼によるダイエット効果の一つだというふうに言えます。このようにですね、噛むという行為は非常に単純な行為なんですが、ダイエットにとってメリットしかないっていうのが実際のところなんです。そこでここからは、もともと噛めなかった私が噛まないと飲み込めなくなるような状態になるために使った食べ物っていうのを紹介していきます。ただし具体的な食べ物を紹介する前に、あなた自身が応用できるように咀嚼力をつけて痩せやすくなる食べ物を選ぶポイントを簡単に解説します。咀嚼力をつける食べ物のポイントは、硬いもの、低脂質のもの、味が薄いものの3つです。硬いものと低脂質なものが良いというのはもう解説の必要はないと思いますが、味が薄いっていうのも重要なポイントになります。なぜなら味が濃いものを食べると味覚が鈍ってしまって、どんどん食欲が刺激されて食べ過ぎてしまうからなんです。あなたも塩辛いものや甘いものを食べた後に逆の味の食べ物を食べたくなったっていう経験があるのではないでしょうか。硬くてですね、低脂質のものでも味が濃いものを食べるとこの現象が起こって、結局食べ過ぎてしまうことになります。例えばこれは鶏むねジャーキーというもので、低脂質で噛むのにはめちゃくちゃいい食材なんですけど、少し味が濃いのと口直しにビールが飲みたくなったり甘いものが食べたくなったりするので、少し注意が必要です。なので咀嚼を習慣化するために噛む食べ物っていうのは、できる限り味が薄いものを選ぶことが大切になります。こうした硬い、低脂質、味が薄いという3つのポイントを押さえた上で、私が咀嚼を習慣化するときにおすすめの食材を5つ挙げて解説します。全国のスーパーやコンビニに売ってあるものだけを紹介しますので、小腹が空いたときなどにぜひ活用してください。噛むほど痩せる食べ物1つ目は、じゃーん、スルメです。周りを気にせずにスルメを食べれるような環境にあるなら、小腹が空いたときはスルメを食べることをおすすめします。低脂質、高タンパク質で、しかも味も濃くないので、めちゃくちゃおすすめの食材です。実際ですね、私の妻とかは何かこう食べたくなったときはこのスルメを食べることで食べなくてよくなります。で、味付けのですね、スルメになるとちょっとその後に口直し何か食べたくなるんで微妙なんですけど、こうした味がついてないようなスルメっていうのは咀嚼力をつけるためには本当におすすめです。ただネックはですね、やっぱり匂いが強いので、会社などで周りに人がいる状況とか、あとは車の中とかですね、そういうのでは結構食べづらいということがあります。そうした環境ではなくですね、周りを気にせずに食べれるような状況であれば、スルメは常備しておいて食べたい時に食べるっていうことをおすすめします。噛むほど痩せる食べ物2つ目は、じゃーん、ミント系のガムです。なんか口寂しいな、食べたいなって思った時はミント系のガムを噛むことをおすすめします。噛む習慣になるだけでなく、キシリトールの数数感が食欲を一気に落ち着かせてくれるからです。で、これはですね、私の過食に悩んでる知人が実践している方法なんですが、過食欲が出た時にミント系のガムを噛むと食欲が落ち着きやすい傾向にあります。実際私のお客さんにも試してもらったんですが、ミント系のガムで過食欲が収まったという人が続出しました。ガムというとなんとなく体に悪そうなイメージがある人も多いと思いますが、食べ過ぎるよりも全然マシですし、これで噛む習慣がつくっていうことになると、はっきり言ってメリットの方が大きいです。なのでガムを噛める環境にあるとき、何か食べたいなと思ったら、こうしたミント系のガムを噛むことをおすすめします。噛むほど痩せる食べ物3つ目は、じゃーん、いりこです。いりことは煮干しの小さいものになりますが、このいりこもですね、咀嚼習慣がつくおすすめの食べ物になります。低カロリーで高タンパク質な上に鉄分やカルシウムなどのミネラルも補えますし、食欲を抑える効果もあるからです。いりこに含まれている旨味成分であるイノシン酸には食欲を抑える効果が期待できます。つまり咀嚼と旨味成分のダブルで食欲を落ち着かせてくれるんです。私はですね、妻と違ってスルメよりいりこ派で、
よく小腹が空いた時はいりこを食べてるんですが、本当にいりこは食欲を落ち着かせてくれます。しかも仮にですね、これを一袋食べたところで約300キロカロリーなので、小腹が空いた時に満足できるまで食べても正直100キロカロリーに満たないぐらいで満足して食べ終わることができますので、本当にこれはおすすめです。噛むほど痩せる食べ物、4つ目はじゃーん、焼きホタテ貝ひもです。ホタテ貝ひもをですね、咀嚼力を強めて痩せ体質を作るためにおすすめの食材になります。貝ひもには疲労回復に役立つ栄養が豊富に入っており、咀嚼力をつけるだけでなく疲れによる食べ過ぎを防ぐことにもつながるからです。例えば貝ひもに豊富に入っているタウリンや亜鉛は疲労回復の有効な成分になります。咀嚼の習慣が身につくだけでなく、こうした疲労回復に役立つ成分が豊富に入っているので、特に日々疲れを感じているっていう人にはおすすめになります。ただし少しですね、やっぱ味が濃いっていうのはありますので、もしこれを食べて何かその後に食べたくなるっていう人はですね、少し避けておいた方がいいかもしれません。噛むほど痩せる食べ物、最後はじゃーん、昆布です。昆布がですね、嫌いでない人は何か口寂しい、何か食べたいって思った時は昆布を食べることをお勧めします。低カロリーで咀嚼力がつくだけでなく、食物繊維も豊富であるため満足感が得やすいからです。例えばですね、このおつまみ昆布を一袋食べると食物繊維って実は 5.2 グラムも取れるんですね。で、1日に摂取した方がいい食物繊維の量っていうのは成人女性で約 18g なので、これだけで1日の必要量の約4分の1以上を取ることができるということです。噛む練習になるだけでなく、ついでに食物繊維も取れるのでめちゃくちゃお得ですよね。また昆布にはですね、いりこと違う旨味成分であるグルタミン酸が入っており、このグルタミン酸ってのもですね、食欲を抑えてくれる効果が期待できます。なので昆布が嫌いでないっていうのであれば、この昆布も常備して何か小腹が空いた時、何か口寂しいっていう時に食べることをお勧めします。どうでしたか？どこにでも売ってある見たことがある食べ物ばっかりだったと思いますが、これらを常備して食べるようにしておくと、それが咀嚼力を高めてダイエットにつながるんです。噛むのが苦手で噛む習慣をつけたいって考えてるんであれば、ぜひですね、今日紹介した5つの中から好きなものを選んで常備して日常的に食べるようにしてみてください。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立ったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた。